1917年松戸中心部地図。着色した部分が競馬場の走路。観客席は、西南西側1907から1908年の関東地方の競馬場メインスタンド。松戸競馬場、目黒競馬場、川崎競馬場、池上競馬場、各競馬場とも1号館、松戸駅の東側の丘陵地帯にあった競馬場。 馬券目居時代の訪れで1907年総武競馬会が企画、会場した松戸競馬場は競合でしかも曲がりくねった走路を持つ馬券目居時代には施設も運営も粗末だと組織を受けた競馬場である馬券目居時代には払い戻しのごまかしなどの不正が多く行われ騒動が多く持ち上がり競馬会がヤクザごろ月を雇って観客のクレームを封殺するなどして 世間の手段の的になった。1908年10月に馬券が禁止され、時代は補助金競馬時代に移り、総武競馬会は、社団法人松戸競馬クラブに組織返して、競馬を行った。1919年松戸競馬場は、日本陸軍に接収されて、陸軍公平学校敷地になり、松戸競馬クラブは、千葉県中山村に、競馬場を移転し、 中山競馬クラブに改名する。従って、松戸競馬場は現在の中山競馬場の前々未にあたる。明治末までの日本では馬券発売を伴う競馬は外国人が経営する横浜競馬場でのみ行われていた。その中で日清戦争や北進事変、日露戦争で軍馬に使った日本馬の劣悪さに悩んだ軍や、 政府の馬筆改良を求める声が高まる中、馬筆改良を目的として馬券発売を伴った競馬の開催を認める機運が高まっていった。1906年4月、この機運を感じ取った工業士たちは上野市のバズ池で競馬を開催する。目先の利益優先で施設に金をかける気はなかったのだろうと言われている。施設や運営の粗末さに新聞には、 フラチ千万松戸競馬会とまで書かれている。1。ちなみに丘の上に作られた松戸競馬場は、競馬施設としては、劣悪だったが、見晴らしは良好で紅葉時の展望は素晴らしかったという。1907年3月9日、総武牧場株式会社が建設する松戸競馬場は、粗末な施設ながら完成し、同年7月、松戸で競馬を行う、公益法人として、 総武競馬会が認可、設立される。認可された総武競馬会は、同年9月、明治40年春季競馬を開催する。9月なのに春季としたのは、当時、競馬は年に改革4日間開催されるものだったからである。9月の初開催を春季開催だということにすれば、明治40年周期として、もう1回競馬を開催できる。総武競馬会は、認可を受けるにあたって、 事業目的を、競馬の開催並びに付帯事業として、馬術練習所を開設し広く、会員を募集し、馬術層の普及を図るとしたため、1907年1月に、向島に1200坪の土地を買って、馬術練習所を設けている。記念すべき、松戸競馬の初回は1907年9月22、24、29、30日の4日間を行われた。 4日間の総レース数は40レース。馬は、内国産抽選新馬が24頭、豪州産抽選新馬が8頭、内国産馬45頭、豪州産抽選馬が14頭の合計で91頭。第2回目となる明治40年周期は1908年1月。第3回目の明治41年春季は1908年6月。総武競馬会として最後になる明治41年。 周期は10月の2、3、4日に行われている。帝国鉄道庁は、松戸競馬の開催日には、定時運行に加え上の松戸間に、臨時列車も運行した。増便本数は、午前の上の初松戸行きが4本、午後の松戸初上の行きが3本である。総武競馬会時代の松戸競馬は、様々な不正が行われたと噂され、騒動が持ち上がり、マスコミの球団を受けている。 松戸競馬の不正として報じられた不正はマスコミには多種多様な手口が書かれている。第1回開催では馬券の記載が暗号ペンチというもので印を付けただけなので馬券を買った観客には記載内容がわからない。観客が買った馬券が当たったので払い戻しを受けに行くとその馬券は違う馬のものだと言って払い戻しを拒否したという。 批判を浴びて1908年の開催では馬券には開催日、レース回数、馬番が明記されるようになったが、競馬会の人間が発売締め切り後にこっそりと馬券をポケットに入れ、あるいは競争が始まってから形成を見て、勝ちそうな馬の馬券を競馬会の人間が買うといったことも行われたという。いずれの手口でも正規に馬券を買った観客には、払い戻し額が正規の計算より、 定額になるわけである。これらの不正に観客が事務所に講義に行くと、競馬会は雇ったゴロつきを使って、これを封殺したという。明治の日本では、一切の賭博は禁止され、わずかに横浜でのみ、例外的に馬券が売られている状況で、一気に全国で無制限の馬券を伴う競馬が開催され、出したのである。賭博というものに、免疫のなかった日本人は一気に賭博の 興奮と熱狂に包まれていった。仕事を放り出して、競馬場に通い詰める者が続出し、身の丈を超えて、多額の馬券を買って破産し娘を売る者、店の金に手をつける者、泥棒に及ぶ者、競馬で財産を失って首を吊る者が現れた。松戸に限ってもニューヨーク、生命保険会社に本支店社員が、会社の金を持ち出して、松戸競馬で使い果たす。 三越の店員が回収した売りかけ代金を松戸競馬で使い果たして逮捕されるなどの事件が起こる。馬券目標時代の競馬界の不正や観客の混迷は程度の差こそあれ、どの競馬場でも噂され、馬券発売を伴う競馬にはマスコミの球団が行われている。不正が噂される全国15カ所の競馬場の中でも、松戸競馬場は施設も運営も最低だと最もっとも、 激しいマスコミの球団を受けた。総武競馬会明治41年周期開催終了直後に、馬券発売は禁止される。松戸競馬周期終了直後のタイミングで、馬券禁止されたことについては、安田伊左衛門が言うには、実は、馬券発売は神経法発令日2の松戸周期直前の10月1日に禁止される予定だった。しかし、経営者たちの柄が悪いことで知られる。 松戸競馬開催の前日に馬券を禁止したら、騒動になると政府は、恐れて、松戸競馬開催が終わるまで通達を待ったという、35から40円の値がついていた。総武牧場株式会社の株は、馬券禁止通達後には2円以下になる。馬も1万円で、取引されていた馬が1000円になってしまったという、馬券禁止で各地の競馬場には、政府から補助金が出ることになったが、 競馬会が満足する額に遠く及ばす全国の競馬関係者は一斉に馬券復活運動に立ち上がる。補助金による競馬ではなく馬券を売る競馬を求める。競馬会は明治42年春季は開催しなかった。国会が開かれていた東京に全国から競馬関係者が集合。この運動は激しくついに1909年春の衆議院では議員立法で提出された馬券を認める。 法案が通過した。しかし、政府と貴族院の抵抗は強く貴族院の反対によって、結局は馬券禁止は覆ることはなかった。この後の日本競馬は、政府の補助金によって行われる、補助金競馬時代に合するである、総武牧場株式会社から競馬場を買収した。明治43年以後は、松戸競馬の所有者も開催者も松戸競馬クラブになる。 松戸競馬クラブに対する政府の補助金は20年間毎年3368円と決められた。松戸競馬クラブは1910年以降は政府の補助金を運営資金として毎年春秋の2回各会3日間ずつの開催を行う。限られた補助金で運営される競馬は賞金も馬券目標時代より大きく減額されている。 馬券が発売できないので競馬開催費用として明治43年春季開催分として、松戸競馬クラブへは政府から7420円の補助金が出された。この額は東京競馬クラブへの補助金38750円の1、5以下ではあるが、京都や国、補助金の内訳は抽選馬購入補助900円、賞金6020円、施設修繕費500円、 松戸競馬クラブとしての初開催は1910年春。馬券を占い競馬は不人気で明治43年周期初日には観客はわずか100人にも満たず、日曜日の3日目は改正でもみじ狩りを兼ねて観客は増えたがそれでも有料入場者は34人しかいなかった。馬券を占い競馬には競馬界側の熱意もなく、河野会長は初日2日目には姿を見せず、 最終日に少し顔を出しただけだという、副会長に至っては顔すら見せなかったという、松戸競馬クラブ時代の松戸競馬では、春秋の2回各3日間開催で1開催の3日間の、レース数は17から23レース、出走数は32から54等、賞金総額は4800円から6100円程度で行われていた。馬券を売れた。 総武競馬会時代に比べ馬も賞金も大きく減っている。総武競馬会時代には馬は内国三馬と豪州三馬のそれぞれのレースが組まれていたが、高価な豪州馬は明治45年になると姿を消し、松戸の馬は内国三馬のみになる。馬券発売が禁止された補助金競馬時代はどの競馬場も観光庁がなく、その中で九百十三年宮崎競馬場、 1914年メグロ競馬場で、景品券付き勝ち馬投票の試みを行う。翌1915年末度でも勝ち馬投票を取り入れる。勝ち馬投票は馬券のようなものだが、禁止されている馬券とみなされないように現金で払い戻さず、当たった投票券は商品券で払い戻し、販売は入場券についた投票券で投票し、 商品券の額も払い戻し枚数も制限があり、当たり投票が多いと抽選になる。松戸では勝馬投票100票を1組として、1等賞は5福切って5円が2枚、2等賞は5福切って1円が25枚まで交付される。勝利場を当てた人が多ければ商品券は抽選になる。勝馬投票は1レース当たり多い時で190票、少ない時で100票程度の売れ行きで、 東京や横浜の競馬好きが松戸を訪れたという、馬券目標時代には遠く及ばないものの勝馬、投票開始後には観客も増えている。勝馬投票実施で朝夕に一本臨時列車も走ったという、馬券目標時代のような混乱が起きないか、馬政局からも監視が来たが、発売所は混雑もなく静粛だったという、松戸競馬クラブ時代には流行ることもなかったが、大きな問題も起こさず、 競馬を開催していたが、1919年、日本陸軍がこの地に公平学校を作るため競馬場敷地を望む。当地は競馬場地としては境外で、地形も悪いので、松戸競馬クラブは陸軍の申し出を受け入れ、移転被災は陸軍の負担で中山村と葛飾村にまたがる地に移転することになった。移転した松戸競馬クラブは、 中山競馬クラブとなお改め1920年に中山競馬を開催する。ちなみに中山競馬クラブは1923年の馬券発売許可時に内紛を起こしている。1919年秋の開催を最後に松戸競馬場は廃止され、跡地は陸軍公平学校となった。木地へ移動する松戸冬季競馬必勝馬予報。ありがとうございます。